YouTube の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして。壮大な方もよろしくお願いいたします。今日もね、ちょっと廃墟を巡っていく企画になるんですけど、ちょっと後ろに今ちょっとシンデレラ城あるじゃないですか。ちょっとそっちの方ね、巡っていきたいと思います。ここもね、10年以上廃墟になってるんですよ。なんかちょっと気になってて、一応なんか他の投稿者さんで上げてる動画とかあったんで、今ね、そこちょっとね、行ってみたいと思います。はい、この動画の制作はヒカリドットインク、アクエリ軍団、水曜まで夜更かし、めちゃくちゃ絶景ですよ。ご覧のスタッフの提供でお送りいたします。このシンデレラ城の会場にいるんですけど、今めちゃくちゃ違いですね、これは。ここに階段がある。ここがなんか台所か何かだったんですかね。これがさっきの階段でしょうね。
次のフロアに。めっちゃ泣いてんじゃん。一瞬来たと思ったこれでも多分あれだよスプリットだよね。ドレミと書いてあるし。ああここフロントってことか。はい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 。ここにフロントがあるんだ。なっちゃうんだね、時間が経ってくると。すげ
ここもまた何だろう、満喫する場所、何のタオルやこれ。ここでなんかショーか何かが行われてたって感じですかね、これ。これが反対側の、あ、これ鏡だったんだ。杖があるって、ここは何、食堂、あ、なんかショーとかなんかするコーナーだから、多分何かあれかあったんか、キッチンか何か。あ、レンゲとか食券はそのまんまありますね、これ。これエレベーターとかにやるやつの、今ここも外出れますよと。へえ、夜景はめっちゃ綺麗だな。すごいです、夜景めっちゃ綺麗ですよ、ここ。はい、無事に帰ってこれました。はい、ちょっとね、今回ね、ああいうお城みたいなところでの撮影は初めてだったんで、すごく僕ね、今日あんま喋れなかったんですけど、幽霊的なものの怖さより警察が探してる人とかヤンキーとかね、そういう系の遭遇の方がね、めちゃくちゃ怖いんで、そっちの人の遭遇者どうしようって恐怖感からあんま喋れませんでした。特に心霊的なことはまあ特にないんで、多分今回もうないと思うんですけど、映ってる映像とかも、もしね、何か動画でね、気づいたこととかあればよかったらコメント欄とかでね、教えてください。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。ということで皆さん、 See you。またね、ラーメンを食べる企画なんですけど、で、名前がね、モンキーさんですね。結構ね、まあ有名 YouTuber さんとかもね、来てる人は来てるんで、油さんやばい、これ最高だな。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、また皆さん、 See you。